ようこそ海域踏破船クリサンセマムへ。私はこの船でオペレーターを担当させていただいているエイミー・クリサンセマムと申します。ここはミッションカウンターといいまして、航路を開く過程で様々なミッションが登録されていきますよ。つまりここで話しかければ仕事が始まるってことでいいんだな。ええ、その通りです。すでに一件の依頼が登録されています。ですが一つ問題が。問題？ええ、そう。このまま移動するなんて目隠しで吊り橋を渡るようなものよ。なんで？ガーッと行っちゃえばいいじゃん。その吊り橋が噛みついてくるから問題なのよ。海域の中を走行するキャラバンには感応レーダーを搭載した船が1隻以上必要なの。近くの海域濃度の感知、荒波の位置特定といった重要な機能を担っているわ。もちろんこの船にもね。裏を返せば感応レーダーがまともに動かなければ我々にとっては死活問題ってことよ。故障でもしてるのか。感応レーダーは名前の通り高い感応能力者がいて初めて運用できる航海士ともいえるゴッドイーターが必要なのよ。でもその肝心の航海士が先の回覧で負傷してしまって適任者がいない状況なんです。航海士か、かっけえな。俺にやらせて。エイミー、認証システムを一時解除して。はい、解除しました。どうよ。ダメですね。半径2マイルほどでしょうか。索敵範囲が狭すぎますね。ガーン。なら俺がやってみよう。ユーゴさんも適性はなさそうですね。全然じゃん。なかなか難しいもんだな。前任者の場合、生まれ持った適性はもちろん、特別な訓練を受けた上で半径20マイルを見渡せた。ふん、感応能力が高ければいいんだよな。なあイルダ、仮にこの航海士も俺たちが請け負うとしたら、ロイヤリティの再交渉は可能だよな。ろくでもない仕事に払うお金はないわよ。だそうだ。ほらやってみろ。仕業なの？こいつの感応能力は昔から桁が違うんだ。これで問題解決だな。
進シーケンスに移行します。メインアキュムレーターからのエネルギーフロー確率、対海域核壁第1層および第2層を閉鎖開始。官能レーダー、ナビゲーターと接続完了。同調率30、60、100%。オラクル探知システム正常。進路上の海域濃度 0.02ppm、 許容範囲内。対海域核壁閉鎖完了。船体周囲に変色場シールド展開。全システムオールグリーン。クリサンセマム発進できます。もう引き返せないわよ。覚悟はいいわね。ああ、元より引き返すつもりはないんでね。この冒険開始って感じ、テンション上がるに決まってるっしょ頼もしいわね。海域踏破船クリサンセマム発進。そんなもんだろう。お前の力が時々恐ろしくなるよ。皆さんなら私のサポートなんてなくてもへっちゃらかもしれませんね